はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきたいと思います。この頃ですねよく思うのがみんなでバトルっていうかスーパーマリオメーカー2の人口減ってない？絶対減ってるよね。で絶対減ってるよね。なんか最近ねなんか少ない気がするんですよね。ニンバパですぐに集まるんですけど、うわこれはここでいい？ここ行こっか。次でしょ。あよしよしよし、あちょっと遅れた気がする。いやでもこれはルイージ早い、ルイージ早いけど、よしこういうのは結構得意かもしれない。よしでこれはうい落ちていく。ちゃっちゃっ、いや難しい、これ落ち着いていこうね、落ち着いていこう。いや怖い。よしちょびちゃんがきつい。あー待って、なんでだ。よし来た、よし来た。で次はこの雲。キーちゃん待って、キーちゃん、さっきも言ったんですけど、やってる人が少なくなるっていうことは見てる方もね少なくなるっていうことなんですよ。飽きちゃったのかなみんな。飽きちゃったのかな。それでもね僕はまだまだやっていくんですけどね、まだ全然飽きないよ。え、これもう出て1年どんだけ、1年以上経つよね。まだ全然やれるわ。え、キノピコ、どうしたのキノピコ。うわこれ見たことあるね。うわこれ知ってる人はねめっちゃ有利ですよね。うーん、よし、オッケー、このまま渡っていきます。オッケー、やったー。これをあーキノピコにぶつけてやろうと思ったんですけど、うわーちょっと待って、ごめんマリオ、ごめんマリオ。マリオごめんよ。よし、このまま渡っていきます。キノピオ早いね。よし、うわアイテム欲しい、めっちゃアイテム欲しい。あいや、いやありがとう。バグが1個だけコース、いやバグがこのねマリメのバグあんま分かんないんですよね。まあそれをですね僕勉強するっていう形でねこのコースはいいかもしれません。っていうことでこのバグコースやっていきましょう。1個だけバグだったね。なんだろうね1個バグ、ちょっと待って、ちょ持ちすぎ。もう次やった、え前にえやったいや今絶対ヨッシー乗れたと思ったよねみんな、ね、絶対乗れたと思ったよね。いや危ない、これマジ危ない。さーてこれはどうしましょう。うーん、これ踏んでいく、踏んでいく、渡れるんだ、もう分かりました。それじゃあねもう一回このヨッシーとか取っていこうか。よし、オッケー。いやー危ねー危ねー、ちょっと待ってって、待ってって、マリオ待ってって、あ連れてってくれないの。いや連れてってくれないの、ちょっと待って、マリオ待って。いや絶対すると思った、もう絶対すると思った。結局バグ何だったの。お、今度3人じゃん。よっしー、うわ、え、1人脱落した。やった、タイマンちゃん頑張ろうね。お兄ちゃんちょっと待って、お兄ちゃんちょっと待って、いやヨッシーっていうくらいだからヨッシーいるでしょここ。いやちょっと待って、ヨッシーちょっと待って、ヨッシー熱い熱い熱い、え、これはうわクッパっぽい音したね。クッパいるのかな、いやクッパじゃない、ブンブンか。うわ赤いヨッシーか。いやちょっと待って、ちょっと待って、え、どっち、そっちのがいいの、そっちのがいいの。まあ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 、これはヒップドロップして渡っていきます。で、このままこれでしょ、この子でしょね、よし、オッケー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 、これ、勝った勝った、これ。いや、ちょっと待って、いや、ヒップドロップしてくる、熱い、これ熱いよ。よし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 、やった、これ勝ったでしょ。え、くっそまだ上があったのか、これ上行けないかな、これ、え、上行けない、行けない、よし、オッケー。うわもう邪魔、邪魔くせ、邪魔くせ、こっちも同じことしてやろうぜ。いーおりゃかっ、もう、まあいや、ちょっと待って、あっ、よしよしよし、まあやめて、やめてって、やめて。うわ、こそんなことするんだ、もういいよもういい、わかるわかった。え、どうした、どうしたんだろう。え、どうしたんだろうね、マリオもう諦めたっぽくない、なんか。マリオ戦意喪失、戦意喪失しました。これは勝ち確ですね。それじゃあ頑張っていきましょう。赤ヨッシーじゃん、取って、いやマリオ来たな、赤ヨッシーがいいね、ここ赤ヨッシー持ってきて、マリオ赤ヨッシー持ってきて、
プロピーラー持ってきますでしたね。どっからそのプロピーラー取ってきた。待って、マリオ赤ヨッシー取ってきてって。マリオって赤ヨッシーでしょ普通。もうマリオごめん、マリオごめん、これは、あー待って、やられる。あとこのままさ赤ヨッシー取っていこう。僕赤ヨッシー取っていきます。で赤ヨッシー取ってってクッパ倒したいと思います。よし来た。でこの赤ヨッシーやったらファイヤーが繰り出せれるんですよ。でこのまま、これ時間かかるなこれ時間かかるな。ちょっと待って、ちょっと待ってって、マリオそんな攻撃してこないでって。めっちゃヒップドップしてくるんだけどこのマリオ。うわちょっと待って、ちょっとあうわ出た今。え待ってくれるかなあのマリオ。え待ってくれてる。ひどいめっちゃひどいマリオいやリベンジだね。次のレースでリベンジをかまそうぜ。お今度はこれ上から行ったら良さそうだよね。もうこの鍵は無視して上から行ったらねもうゴールがありそうなんですよ。でこのまま渡っていきます。うわ熱いよこれ。えめっちゃ熱くない。いけない。え、なるほど鍵があってそれがね、それ鍵で渡らなきゃいけないっぽい。っていうことはこれ上なんかあるんだろう。こいつはなんだこいつなんだろうね。いやこれめっちゃ気になるんだけど。多分この子でしょ鍵。多分この子が鍵持ってると思うんですよね。うわ外に出た。まずいでかいぞこれは。よしオッケー、3回踏んでいきましょう。あと1回これを踏んで鍵ゲット。鍵ゲットしてこのまま渡っていきます。シュッ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 。待て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 って。えどっちどっち。あこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。